お待たせしました。ついに激闘の火蓋が切られます。待望の一戦を迎え、試合前からこの盛り上がり。全日本対アルゼンチン、ここは抜かせません。クリーンシュートだ。横攻めで鋭く反応、前の攻めに突き刺さった。やったぜディアス、やったなパスカル。クリーンシュートだ。見たか、俺たちアルゼンチンゴールデンコンビの力。やったぜディアス、パスカルのおかげさ。この調子でもっと行こうぜファンディアスだ。ディアス君、おっと側転バック転ミラクルからのミラクルオーバーヘッドだ。ボールスリーに突き刺さった。ロングシュート、アルゼンチンのみんな見てるか。ディアス君、側転とバック転で勢いをつけ、そのままオーバーヘッドキックに持っていった。なんというアクロバット能力か。恐るべしディアス君。やっぱり日本のレベルはこんなもんだな。いくらブラジル人のコーチを受けたところで、要は素材。君らと俺たちでは根本的にサッカーのレベルが違うんだ。何を焦ってるんだ俺は。そうだ、俺はロベルトのためにサッカーをしてるんじゃない。俺のサッカーは俺自身のために、そして俺たちのためにするんだ。翼、3点差ハンデとしちゃちょうどいいんじゃないかなあみんな。な、何俺の声聞こえたみたいだね。翼、3点差今から追うしか、追いかけるしかないんだ。そうだ、取られちまった点はもうどうにもならねえ。それを今から取り返すんだ。なんだあいつ。おい、ディアスが呆れてるぜでもどうせ言うならこれくらいの方が頼もしいさ。ボロボロになっても俺たちは諦めない。あくまで世界一を目指して俺たちは戦う。行くぞみんな。おう、翼君、ロベルトのことは試合の後で一緒に考えよう。ありがとう美咲君。ハーフタイムを終え、両チームの選手がピッチに散っていきます。日本でのライバルたちは今仲間となった。そして世界もまだ見ぬ強敵を求めてアメリカにやってきた俺たち。その最強の敵の一人、アルゼンチンの天才ファン・ディアス。行くぞディアス、俺は負けない。君との対決を制し、この試合をものにするために俺は完成したあのシュートを使う。日本の中盤、前半の戦いで少し分かったぜ。もしかするとお前も10年に1人出るか出ないかのサッカーの天才なのかもしれないってな。しかし天才と呼ばれる男は俺一人で十分だ。世界ナンバーワンプレイヤーの称号はこのファンディアス様がいただく。お前との対決を制してこの試合に勝つために見せてやるぜ。
俺の新しい必殺シュートをな。もらったぞ。俺が世界一、俺が天才パンティアンだ。ディアス君得意のアクロバティックなオーバーヘッドキックかと思われましたが、ゴール手前に叩きつけられたシュートが芝をカットするように跳ね上がってゴールに飛び込んだ。見たか、天才の実力を。ディアス、やっぱりお前は最高だぜ。今のシュート、俺が全国大会決勝で使ったシュートと発想は同じだけどレベルが違う。あの時の俺はバウンドしたボールが逆方向に跳ねるように打ったけど、ディアスの今のシュートは空いたコースに跳ねるようにスピードと回転を調節している。オーバーヘッドでボールのスピードと回転数、それに方向まで調節するなんて、なんて技術だ。ディアス君、世界で戦うのは力不足だった俺のドライブシュートけれど、みんなに力をもらって俺は生まれ変わらせた。行くぞアルゼンチン、これが俺の新しいドライブシュートだ。今までのドライブシュートとは違う、なんという勢い、なんという落差。スタークラウンスタジアムの上空に羽ばたいたフェニックスがアルゼンチンゴールを食い破った。やったね翼くん。やっぱお前はすげえぜこっちくしょう。ありがとうみんな。やったな翼。ヒューガ君のおかげだよ。あのブラックボールで俺はこのシュートのヒントをつかめたんだ。俺はドライブシュートを打つとき、ドライブ回転をかけやすいフォームで蹴っていたけれど、そのフォームと俺のキック力を 100% 発揮できるフォームは違っていたんだ。そうか、あの夜気づいたのはそれだったのか。うん、だから 100% のキック力のフォームでドライブ回転をかけられるようになれば、今まで以上のドライブシュートになる。それが今のシュートさ。何を言ってるんだ。美咲君や石崎君、そして君の言葉がなければ、俺は自分を見失ったままこのシュートを完成させることはできなかったよ。さあみんな、残り時間も全力で戦うぞ。翼、みんな聞いてくれ。松山君、今までの展開で分かる通り、ディアスがマークしている限り翼といえど自由にはプレイできない。だからマークを外したいときは、翼、俺にボールをくれ。俺がディアスを引きつける。え、奴は翼以外は自分より劣ると思っている。だから俺がボールを持てば必ず食いついてくる。そこで俺がディアスに勝てば、フリーになった翼にボールを渡せる。けどよ、もし松山がディアスに負けたら。そうだぜ、一気に大ピンチじゃねえか。その心配は当然だけど、お前は俺の力を知ってるだろう。けど一番よく知ってるのは俺かもしれないよ。松山君の1対1の勝負強さは全国大会で身をもって味わったからね。翼、分かった、その時は頼むよ松山君。
松山ならきっと大丈夫たい。お前がボールを取られても俺たちがバックアップしてやるよ。ああ、頼んだぜ。松山君、ディアス、お前は天才かもしれないが、俺だって翼と五分に渡り合った男、そして意地と根性では誰にも負けねえ。頼んだぞ翼。ドライブシュートか。これを止められるか。翼くん、俺たちの闘志を見たか。鮮やかな日本の攻め。松山君にボールを託し、ディアス君のマークを外した翼君、これは日本の作戦勝ちだ。それにしても松山君の1対1の勝負強さ、誠に見事でした。劇的な幕切れ、終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。